時刻は3時になりました。この時間ヘミタンソン総務課の提供でお送りいたします。4月だよどうなる行政区、お届けしてまいりたいと思います。パーソナリティの中園智晴です。さあ4月だよ、どうなる行政区、この番組ヘミタンソン総務課の提供でお送りしておりますが、10月からスタートしましてもう2ヶ月が、経とうとしております。回を増すごとに、私もですねラジオを聞いている皆さん方から、4月だよどうなる行政区のことをですねやっぱり聞かれたりするわけなんですけれども、まあ聞いてる人はね、ご理解いただいているみたいでですね、はい、もっともっと広報しないとわからないんじゃないやんたなんかのものはみたいな感じで言われたりとかね、いろいろまあ役場の方にもそう伝えなさいとかね言われたりもしますけれども、はい、ぜひねこれからまだ3月末いつまで頑張っていこうと思っておりますので、ぜひね皆さんのご意見などもいろいろ伺ってまいりたいと思いますので、ご一報いただければというふうに思いますね。よろしくお願いいたします。4月だよどうなる行政区、今日もゲストを迎えての1時間ということで、番組の方を進めさせていただきます。この放送は地上波 FM78.6MHz、 そしてインターネットでも映像を交えながらお届けしております。 FM とのホームページでユーストリームで録画もしておりますので、どうぞご覧になってくださいね。よろしくお願いいたします。さあ、23あざある、読谷村が、来年4月1日に、まあ、行政区改善という形になりますけれども、まあ、特に大きく私たちの生活に直接関わるものというものではなくて、まあ、行政がサービスをする、まあ、区域が変わってきますよということですね。まあ、区域が作られるって言ってもいいんでしょうかね。はい、これまでの私たちが生活している自治会、いわゆる地域のコミュニティの団体、そういうものは、これまで通りということでございますのでね、そういうことを私たちは、何か変わるときに、自分のプラスマイナスをやっぱり考えますからね、そういうところをですね理解する努力をねこの期間でやっていきたいなと思っておりますので、ご一緒に考えてまいりましょう。よろしくお願いいたします。さあ今日はですね、まあ総務課の千葉の田瀬さんが今日はね仕事、業務多忙でお休みということでございましてね、私の方で番組を進行させていただきます。そして今日はですねゲストとして来ていただいております、この方でございます。どうもこんにちは、小橋川清弘でございます。よろしくお願いいたします。どうも。もうなんか馴染みの声になったような感じですけれども、まあ、まあね読谷祭りだとね祭りの会場で読谷祭りの話をしてればいいんですけれども、なかなかそうもいかずに、はい、いやでもねもう、これまで3回ぐらいですかね、3年になりますか、読谷祭りの方では小橋川さんの方にねこれまでの、祭りの歴史など読谷村の、お話などをですねこれまでも幾度となくお話を伺ってきてるわけなんですけれども、まあラジオ的には、このスタジオでお話するっていうのはあまりないんじゃないですか。そうですね、初めてです ね。あ、初めてですか。スタジオ来ました初めてなんですねよろしくお願いいたします。はい、さあ、小橋川清さん、実は、現在は読谷村税務課長として、公職に就いてるわけなんですけども、今日来ていただいておりますのはこれまでの番組の中で、1970年代に行政改善を読谷村もやろうということでありまして、その幾度となくそういう話が出てきてるわけなんですけれども、まあそんな中で、実は、行政改善に大きく、あるいは、行政区自治会作りとかそういうものに大きく関わってきたということで、はい、まあ、役場採用されまして、すぐに総務課だったもんですから、その中で総務課の中に現在のように行政区の改善とか、はい、そういったものを担当する部署がありまして、まあ、私の頃もちょうどそこにいて私もその仕事をしてました。あ、なるほど、そうですか。でも私も番組でお話をしましたけど、1977年読谷村が、なんか行政区区域改善するということで大きくなんか新聞にも載ったということでですね、資料を拝見させていただきましたが、あの時1978年の新聞を見ましたら22のあざを15区にしようというすごい、センセーショナルなことだったみたいですね。まあ、その背景っていうのは、まあ、お話しあったようなの、嘉手納当時村と読谷村とか合併をするという話の中で、なんかありましたよね。嘉手納の方ではその道路をでもってこう、まあ区割りをしていると、そういったことで合併するのであればそんなふうに読谷も同じようにしなければならないのじゃないかといったですね、そんな話があったもんですから、そういうことになってきたんですが、まあ、その後いろいろ変遷ありまして、結局その合併の話はなくなってくると、また、
やっぱり地域の読谷村 その地域共同体というのは大変その強固なものがあるものですから、うんうんうん、そういう地域共同体というのを大事にする村づくりをしていこうよというふうな、はい、まあ、その方針の転換とかですね、いろいろある中で、まあ、その線で割って区切るということが、うん、一旦当時の計画というのは消えていくというか、まあ、なくなっていくわけですね。まあ、ある意味その人のつながりという、人道的なやっぱりこう、いわゆる、まあ、地域、自治会というものを重要視する必要があると。そうなんですね、うん、だからよく、ね、読谷村ってこの旧来 の, そのコミュニティの力が大変団結力が強い、うんうん、よく言いますよね、うん、だから団結力が強いというか、うん、その共同体意識が強いということはですね、はい、逆に言うとよそからこう移ってこられるとですね、うん、どうもその仲間に入りにくいということを、これ表裏一体なんですね、はいはいはい、そうですね。だからなんでそういうふうになっていくのか、うんうん、ということもですね、うん、やっぱり今回の行政改善の中ではですね、うん、まあ、歴史的にも少し、うん、踏まえながら、うん、今日はお話をしたいなというふうに思います ね, ね。ありがとうございます。まあ、今お話がありました、やっぱりこう、まあ、個性豊かな読谷村っていう、まあ、言い方もあるわけなんですけれども、まあ、各技が、まあ、それぞれ、本当にこう、一つの共同体としてすごい力を秘めている、まあ、それゆえに、まあ、これまでの歴史的な部分でも、既存されてきているっていうのもあると思うんですけれども、まあ、これからの読谷村っていうことを考えた場合には、まあ、このままではじゃいけないんじゃないのかなっていうのがやっぱりこうにわかに、あるということと、それから、読谷村に移り住んでこられている方々がもうだいぶ多くなってきたっていうのもありますよね。そうですね、現状としてはね、もう現状として今はもう、うん、半々ぐらいですか。そうですね、まあ、行政区に加入未加入という、うんうん、まあ、言うとこの共同体ですね、うんうんうん、各技へ の, その加入未加入というのが半々ぐらいという、うん、まあ、そういう割合になってきましたのでね、はいはい、やっぱりその新しいそのまあ、行政サービスを受ける区域としての区割りの問題と、その旧来 の, その共同体というものは別個にしようというそういう話ですので、まあそういうまあ歴史の流れといいましょうかね、戦後の流れを少し後でお話しさせていただきますけれども、そういう流れの中でやっぱりその時代に合った形で行政サービスをちゃんと進めていこうというそういう趣旨でのことであります。まあ今冒頭おっしゃったようにちゃんと旧来の私たちの生活、うん、今までやってる通り の, その旧共同体としてのアザの活動というのはそのまま残るんですよというふうにご紹介あった通りですね、うんうん、そういったものはまたそのまま継続をしていくと、はいはい、そういうことです ね, ね、まあ、でも本当にこう、まあ、そうは言いつつもやっぱり これだけこう広報力を高めていこうという行政側の、趣っていうのを考えると、やっぱり、きっちりとやっぱり多くの村民の皆さん方にやっぱり知っていただくっていう必要性はあるということのね部分でありますので、さあ今日はですね、今ちょっとお話の中にも出ておりましたけど、これまでその読谷村がじゃあなぜこういうその個性的な村になっているのかとか、また独自のそれぞれの文化が独自でこう大きくなってきたっていうのも当然あるわけなんですけども、まあ、それはまあ戦後、という部分にまあくくりつけると、私も番組の中で、前回お話ししましたけども、戦後混乱期の産物であるというふうな、表現のさ仕方を、ね、されているところもありまして、まあ、対人的行政区から、地域を本当に明確化していくというもの意味では、まあ、これまで戦後の中戦前から流れでですね、戦後というところで大きくこう転換を迎えた読谷村ということがあれば、その歴史的な部分をしっかりと小芝さんとしては伝えたいということをお話も、ね、はい、今されてましたけども、やっぱり、まあ、長いこと読谷村市編集室にもいましたので。あ、そうですか。ですから、戦後やっぱり、まあ、沖縄戦が終わってですね、敗戦後、読谷の人々というのはその収容所とかですね、読谷の地域へこう入れない、帰ってこれなかったんですね、で帰ることが許可されたのは翌年、昭和でいうと21年の8月6日許可が下りるんですね、はいはいはい、まあ、実際にそれから 4、5日後にですね、その建設隊というのがもういきなり許可されたからといって帰ってくれるわけじゃないですから、そうですよね、浪浦高潮の旧役場一帯ですね、うん、はい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 、あの辺にまあ居住許可が下りたので、そこを中心に実はあの戦後復興というのが始まっていくわけですね、うんうん、で、建設隊という600名 の, その有志の方々が、
入村してきて、うんうんうん、そこで瓦礫を片付け、うん、それからもう人々を受け入れるための、うん、住処をですね、住居を、うん、といっても大変粗末なものなんですよ、うん、2軒3軒と言いますから、まあ、あの6畳6畳のお家、はい、うん、まあ、12畳のお家をですね半分に割って、で6畳に1家族、6畳に1家族という感じ の、 その生活が始まるのが敗戦後すぐ の、 その読谷村、まあ、入村が許可されて最初の、うん、住民受け入れのために作った、もう本当に、戦後復興ってそういうところから始まってるんですね。だから波浦と高潮の区域だけ、あと他 95% ぐらいは米軍が全部占領してまして、たった 5% だけの地域、まあ、一部長浜も含んだんですけれども、もちろんまた長浜もダメということになって、波浦と高潮地域ということで、まあ、主に居住が許可されて、で村民受け入れの準備をこう始めていくわけです。小島さん、これちょっとふとした僕も戦後生まれたからあれですけど、ふとしたことなんですけど、この居住許可が下りた、でその今お話されたエミタン建設隊、はい、600名余りの方々っていうのは、この方々っていうのはどこかから雇われているわけですか？要するに当時 の、 その、まあ、もう戦後はもう任命村長ですので、千葉の栄光先生という方を、任命村長にしてですね、で各部を作って、総務部、まあ、建設部、要するにもう住宅を作る、はいはいはい、それから農産物を作るための、まあ、今でいうところの、まあ、農務部みたいな、 あと受け入れの準備のためのいろんなその業務を割り振ってですね、あと警備だとかいろんなことやります。でそういうふうにして、600名の、その農耕をして村民を迎えるために、とりあえず畑で芋を植えなきゃいけない、野菜を植えなきゃならない、食べるものをまずね、うん、で住むところも必要だと。だから、いや、そういうものをまた復興期ですから、どこも、うん、食べ物ないですからね。そうすると資材、お家作ろうにも資材もないですから、そういったものをこの盗まれないように警備するという役割もあります。なるほどね。いろんなそういう建設隊の皆さん方の活躍があって、その読谷村の敗戦後のスタートというのは1年後 の、 その8月6日から、うん、まあ、書類上許可が得て、12日には6日後の12日にはその建設隊第一陣入ってきます。だから、そういったところから始まるんですね。でなんで読谷村役場が、旧読谷村2代目の読谷村役場っていうのが、うんうん、なんで波平のあそこにあるのかと。あ、はいはいはい、実はあそこから戦後復興が始まった。あ、なるほどね。今波平高志方面が最初に解放になったって言ってたのは、あの辺なんだ。そうそうそう。だから最初はその波浦の明かり場ですね、うんうん、あの近辺、まあ、波浦の一番地というところにお願いをして、うん、仮の役場を作らせていただいて、で旧役場があったところというのは、その建設隊がいろんな資材置き場などにしていた場所だったんですね、うんうんうん、あ、なるほど。でそこをこう集会といえば、もう波浦の明かり場であるというふうな感じですね。だから焼け残った家なども残して、そこを片付けて、うん、まあ、建設隊だって食べていかないといけないですから、そうですね、そういう料理をしたりとか、で、とにかく300名ぐらいの農耕隊を編成してバーって、うん、まあ、まあ、畑を作っていくと、野菜を植えていく、カズラを植えていくということをやりながら、建設隊は建設隊で受け入れのためのお家を作る、掘ったて小屋ですね、もうあの頃は。なるほどね、すごいな。まあそういうところから読谷村がスタートしていく。もちろんこの600名は別にそのどこかのあざとかいうふうに決められてるわけじゃなくて、読谷村民の皆さんがたということで集められた方々なんですよ ね、 そうですね、はい、そこからまあ今お話しいただきましたけども、まずは読谷村作らなければならないということで、戦後、スタートした、建設隊、そこからいろいろとこう各あざの、分かれになってくると思います。このお話、コマーシャル挟みまして、さあ、建設隊の後に、各あざの、子というものが、共同体というものが生まれてくると思います。それの話をですね、伺っていきたいと思いますので、週末よろしくお願いいたします。はい、はい、お送りしております。4月だよどうなる行政区、今日は、小橋川清さんを迎えしてお話を伺っております。それではコマーシャルです。Thank you.
お送りしております4月だよどうなる行政区。この放送は読谷村総務課の提供でお送りしております。そして今日はゲストに、読谷村のね、今税務課長をされております、もともと読谷村総務課の方で、行政改善の担当なされているということで、今日は、ゲストの方に来ていただきまして、読谷村のあらましなどを伺っております。先ほどは、小橋さん、まあ、あの戦後復興、読谷建設隊っていうね、ところから、まあ、スタートしてきたということで、今 CM 中に伺いました。この建設隊の方々がどうやって600名集まったんですかって、僕は総務に本当に知らないもんですから聞いたんですけど、もう生き残った方々って聞いた時にはちょっと僕はドッキリしましたけどね。やっぱり生き残った旧役場の職員であったり、各地域のそういう、まあ、リーダーと本当になる方々がですね、参集をいただいて、もう本当に苦労されたと思うんですね。そうですね。でやっぱりあの涙高潮に最初こう住んでいたところを、徐々に、現在のあのイラミナ通りから大木あたり、はいはいはい、あの辺も次にあの住んでいようということになっていくんですね。なるほどね。そうすると次には、うん、あの涙高潮だけじゃなくて、イラミナから、まあ大木あたりぐらいまでというふうに、はいはいはい、ですから一時期イラミナ大通りって結構あの結構な商店街といいましょうか、そういう時代があったのはそのためですね。でザキミだと、旧東、はい、まあ、東側からこういうふうに、あの旧、まあ、あの読み中に至る通りですね。そんなふうなあのところで人々が住むんですけれども、なるほど、ね、やっぱりあの例えば私ですと時計市の出身ですから、うん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 、時計市に戻りたいわけですよ。ああ、やっぱり自分たちのね、自分たちの地域に戻りたいわけですよね、はい、そうするとその波平高潮だけでこう宇佐の人たちも長浜の人たちも、うん、とにかく最初のうちってもうとにかくみんな混住してるわけですね。そうなりますよね。そうすると、うん、その時計市の人たちじゃ何かあるから集まれと言ったら、うんうん、ずっとあの住宅地域がちょっと外れたところに、うん、あの夜ちょっと松明を焚いて光もないですから、そこにこう広場に座って話をするとかってことになっていくんですけれども、やっぱり自分たちがまとまってその時計市なら時計市に帰ろうという時に、あの強力なその権力を持った米軍に対峙していくときにはですね、どうしてもその地域の共同体ががっちり組んで共に行政も一緒になって共同体を組んでいって初めて時計市に返してくれということを言わないとダメなんですよ。一つずつね、そうなんです。各技をね、だから各技は同じような動きをやるわけです。なるほどなるほど。だから、もう戸口も大変なドラマがあります。ソベにも大変なドラマがあるんですね。まあ、今日はもう あまり話を広めることできませんけれども、時計市だとこう一旦あの居住が許可されるわけですね、はいはいはい、まあ、一生懸命頑張って、で、戻るんですね、ところがすぐに、やっぱりここはあの防炉飛行場っていうのを作るんでやっぱりダメだからもう一回戻れってまた戻されるんですよ。大変ですね。また戻されるんですね。でそれでもまた一生懸命頑張って、あの時計市の人たちは、高潮にもう一度じゃあ、あの村屋といいましょうか、あの今でいうところの、まあ、公民館ですけれども、あんなちっちゃいものを作ってですね、それで一生懸命頑張ってまた時計市へ戻るということを一生懸命やっていくわけですよね。だからそういう中でも本当にあのもう一致団結しない限り、あれだけの強力な権限を持っている米軍政府というか、はいはい、そういうところに対してですね、米軍やその民政府に対して強力なパワーとしていくためにはもう団結せざるを得ないんですね。なるほどね。だからそれが各地域ごとにそういうドラマがあるもんですから、戸口にも大変なドラマがあるし、ソベにも大変なドラマがあるしということもいっぱいあるんですね。だからそういう、それぞれの地域ごとに、まあ、時計市みたいに一旦許可が下りた、もう一回帰れ、あの戻されてね、戻された、それからまた何年か頑張ってまた行ってっていうふうに、そういう一生懸命そういう努力をしていく中で、やっぱり、なんていうんですか、属人主義というんですけれども、はいはいはい、あの属人主義、人と人とが、だって高潮にいながら、特進中集まれと言って集まりやるわけですよね。なるほどなるほど。住んでるとこ高潮千葉だからね、住んでるとこ高潮波平なのに、さあって集まれ、特進中集まれと言ったら、それ号令かかったらそれぞれに口コミでボン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 今みたいに放送で呼びかけたりとか、であの携帯で呼んだりするわけじゃないから。なるほど。だから特進中はその
顔対顔でみんな知ってるわけですから、今日は、サタヤの昔あの、うん、まあ今昔 の、 あの東蔵の、はい、高潮の大通りのあそこからちょっと下に行ったところに、まあ、移動がいくつかあるんですけど、そこの下の方が広場だったので、そういったところで、はい、特進町集まれと言ったらそこにこう集まっていて、でじゃ あ、 あの戦後復興時計はどうするんだということを夜こう集まって議論するわけですね。でそんなふうにやってくるからどうしても顔対顔、人対人のつながりなんですよ。でそういったものが、ないとどうしても、あの強力な、先ほどから言ってるけれども強力な権限を持っているその権力に対してはですね、あの力のない私たち、まあ植民地下 の、 その沖縄の人間、読谷の人間というのはですね、強力なそういう共同体意識というのを持って、だん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 強くなっていくわけです。逆に、だから戦前は当たり前だったんですよ。例えば時計師だったら、あの民族芸能で言えばその獅子舞というのがもう何百年も続いていると、あそうか、まあ、戦前はそれ普通にね、そういうのやってきてるわけだからね、普通にやってきてる、どこのあざだってそうなんです。普通に、あの戦前はみんな普通にやったわけですよ。ところが戦争という期間があって、そこでそういうこともできなくて、村足火とかというのも全部禁止されて、戦時動員されていって、一旦沖縄戦になってみたら大変な被害があって、で3924名も読谷村で亡くなるんですね、沖縄戦までに。ですからその約4000名ぐらいが亡くなっていって、地域共同体もそのバラバラになるのかなって、というふうに思って、収容所だってバラバラだったんですよ。石川にいる人もいるし、金にいる人もいるし、辺野古にいる人もいるし、それから沖縄市の方にいる人だって、し前原、旧具志川の前原とかですね、いろんなところに分散してるわけですね。でそういった人たちが、さあ読谷もあの居住が許可されたぞとなった、さっきのその建設隊の話なんですけれども、居住が許可されたぞとなった時に、じゃあ特進中はあのこの近辺に集まれっていうぐらいなもんですよ。なるほどね。まあ確かに連絡もね、口伝えでしか行かないわけですからね、その時代は。で実際にじゃ あの高潮涙に帰ってきました、徳信町はどこにいるのって、はい、すぐそこからなんですね、だからあの長浜の人だったら、長浜町はどの辺にいるのとか、ジーマン町どの辺にいるね、っていう風にして話をして、その人たちができるだけあの、集まって住むという形で、それも先ほど言いましたように、6畳が一家族という、6畳6畳のお家をもう三角屋根の本当に掘ったて小屋を作って、真ん中を仕切って、片方に6畳一家族、片方に一家族ということをやりながらも、そういう共同体意識でもって生きていく以外にですね、なかったんですよ。だから戦後、あの戦前よりもその戦後復興期を経て、その読谷村の地域共同体というのは、あの全てあの強固になっていきます。そういう環境だったからこそより強くなってきる。そうなんです、だって住むとこがないんですもん、ね、なんか僕なんかにすると本当に想像ができないっていうかですね、もう私も その場に生きていたわけではないので、いや、ね、でもこの話を直接、ね、聞いてきてるじゃないですか、でも本当にそういうお話っていうのはとても貴重なお話で、まあ、文献とかそういうものには残ってるんでしょうけど、やっぱりこうやって声で伝わる、まあ、今多分ラジオ聞いてる若い人たちにとっても本当に僕と同じように、こう読谷ってこんなだったのって、 それがちょっと前の、ね、話ですから、60年前の話をやってるんですけどね。だからあのそういうふうに頑張って、自分たちの地域は自分たちで作ろうっていうふうにやるときに、あの共同体っていうのは強くなるし、でそれがずっとこう長いこと、今度は今でもあの読谷村って、まあ、あの約 34% ぐらい米軍の基地なんですけれども、1952年といって戦争が終わって7年目でもですね、約 80% 米軍の基地なんですよ。こんなたくさん、そう、そしてあと 20% にしか人々住めないわけですよね。そうか、これだけの意識、ああそうか、この読谷工場跡地も、そう、ね、基地の中ですからね。だから先ほど言ったイラミナのところから大木あたりまでと、ナミラ高志法からザキミあたりまでとかっていうふうに、長浜ぐらいまでってこうなってくると、あと 20% ぐらいしか住んでない。ところがそこで起こった問題がですね、その住民は戻ってきました。はいはいはい、1万2、3000名の生き残ったあの人間、まあ村民戻ってくるわけですよ、で一生懸命戦後復興をこう頑張っていくんだけれども、共同体ごとに自分たちの村に帰ろう、だって全部基地に取られてるわけだから、ウザだってあのもう基地に取られてどうしようもないから、高潮の地域に住むようになるわけですよね。もう時々はまあ先ほど言ったように、行ってはまた戻れ、戻ってきたり、そんなふうにしながら、
あの一生懸命頑張ってこう、まあ、自分たちがそういうことをやっていく、うん、で実際にもらうエネルギーっていうのがそこでどん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 強くなっていくんだけれども、うん、人々が生きていくために必要なものというのが、うん、実は先ほど言ったような地域共同体としてのこのスクラムを組んでやるということ、はいはいはい、で、80% がその基地で 20% が住んでいるという時にどんな問題が起こったかというと、うんうんうん、実は日常茶飯事、はい、もう現在も起こってますけれども、うん、米兵によるレイプ事件だとか暴力事件だとかもうめちゃくちゃなんですね。だからあの頃というのは地域ごとにですね、うん、夜になると夜警団というのを青年団が作るんですよ。だから時市なら時市のその青年団が夜警団を作って夜になると青年たちが交互にですね、うん、その時市の集落というか戻っていったあの時市の地域を回ってですね、うんうんうん、で変な米兵を見かけるとですね、うん、指笛でピューッとこう鳴らすとですねその指笛が聞こえた方面にバーッと行ってその悪さしようとしているその米兵をと捕まえると逃がしたらもうダメなんですね。と捕まえてあの何か悪さしたんだったら、うん、その嘉手納署からですね警察官が来て、うん、ちゃんとその引き渡さないと、うんうん、これ事件でも事故でも何でもなくなってしまう、ね、認められないんだ。だから現行犯のみということね。そうなんですよ、うん、もう逃げられてしまったおしまいなんで、だからもう日常茶飯事そういったことが起こっていく中で、うん、なおさらその青年団も自分たちの地域を守ろうと思って夜警団まで作っていくといったところまでやるわけです ね、うん、ね。だから戦後すぐの敗戦後すぐのそういう動きの中で、うん、22の行政区、うん、まあ旧行政区といいましょうか、うんうんうん、旧アザ、うん、共同体というのがですね、うんはい、それぞれ強固になっていくんです。なるほど。だっていまだに永田とか牧原は自分の生まれ、うんうん島に戻れないでいるわけですよ ね、 うすね。もうみんなバラバラですもんね、うん、なるほど、まあ、そういう意味では、まあ、そういう逆境というかそういう環境にあったからこそやっぱり地域の人たちが本当に自分たちの生活環境を作り出すこのパワーそのものが、まあ、文化であり、生活習慣であり風習でありっていうものを本当に強固なものにしてきたというようなことをねお話を伺っているわけなんですけども、まあ、そんな、アザが、22というお話でございましたが、さあこれが本当にこう戦後で、こうやって作られてくるわけなんですけども、まあ、今23アザというお話もしました、一つのアザが作り上げていくお話も伺っていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、はい、コマーシャルです。なんかこう素敵な曲で始まったんですけれどもねなんか俺には似合わないとかいう感じで言われそうですけども、お送りしておりますのは4月だよどうなる行政区。この放送は、三田村総務課の提供でお送りしております。今日は、ゲストに、小橋川清さんをお迎えしてお話を伺っております。時市出身ということでございましてですね、はい、後半もよろしくお願いいたします。よろしくどうぞ。先ほどまあ伺いました、まあ、23あ今は23なんですけど、うん、当時、まあ、22あざというねお話をしておりましたが、やっぱりこう
富谷、あ、富谷、あ、富谷じゃない、あの僕は富谷に住んでるんですけど、まあ、富谷とかはもともとザキミのヤードイグアとか言われて、はい、まあ小さいアザではあるんですが、やっぱり小さいながらでもやっぱりこうまだディアンチュというね、やっぱ意識は僕なんかはあるんですよね、やっぱり我々の世代になっても、まあ、戦前ですと、うん、まあ、ザキミクのザキミの7班、うん、7班、うん7班が富谷なんですね。7班だったんだ。で、富谷が、まあ、うん、その戦後復興期の中で、はい、自分たちで村づくりその、まあ、やっていこうというので、うん、昭和21年の末頃にですね、新しい、まあ、その共同体、一共同体としてですね、独立します。うん、まあ、沖についてもですね、うんうん、ソベとかヒージャー、イラミナあたりの一部が一緒になってですね、中に鳥居通信基地、今の鳥居基地ができたために分断されていったので、ソベとヒージャとイラミナの一部がこう一つになって、大きいというのができたのが昭和10年。戦前はじゃあ大きいってないんですか？戦前は、うん、戦前昭和10年に実は大きいというのができてて、ごめんなさい、ね、今の話がちょっとこんがらかったけれども、あって、あって、で、それでその後トリステーションができて、そうなんですよ。余計こう分断されて、まあ、分断されて格好になるんですけれども、もともとはソベの人たちや、ヒージャの人たちやイラミナの人たちがいたところが、昭和10年に大きいとして、独立していくと。行政区としてね、そうですね、うん、当時の行政区としてですね、うんうん、今後作る行政区とはちょっと違う、うんうん、その地域共同体、まあ、自治会がね、あざとしてのですね、うん、そういったものができてくるんですけれども、うん、ちょっとここで話止めますけどね、うん、ごめんなさい清さん、じゃあ牧場ルナ型の話をさっきされてましたけど、うん、結局ソベも取り捨て、今お話ありましたソベに取り捨てができたおかげでまだ戻れないわけですね、ある意味、ね、そうです、だから今のトリステーションのど真ん中に、うん、だから蔵があるところがもともとソベですから、だから今の鳥居のゲートをですね、うん、そのまま降りていくと、うんうんうん、海に向かって降りていくと、うん、はいはい、そこが、旧ソベ、今畑皆さん木林工作とか畑やってるところが旧ソベなんですよ ね、うん、ね、でそこも強制的に実は移住させられて現在 の、うん、ソベ、我々が今見ているソベがあるわけですよね、で強制的に移住させられたというのを非常によく分かるのは道路なんですよ、5番の目のようになってるじゃないですか、もともとの集落が5番の目のような形じゃないんですよ、だからそれはそう、普通のそうですよ、 みんながソベ区全体として、うんうんうん、この地域の土地をみんなで、うんうん、みんなで買いましょうと、でみんなでじゃあ大体100坪ぐらいに分けようねと言ってやったときに、一番手っ取り早く安いのはやっぱり四角く区切る、5番の目のように区切るっていうのが一番効率的なわけです。確かにあれは今でいう土地改良とかああいうもんじゃないですね、そうせざるを得なかったんだ、うん、区画整理事業にあるんでしょうけれども、戦後すぐですから、そういう形にこうなっていくということですね。そのソベの近くに実はその大添えというのが、昭和60年に、まあ出来上がるということなんですね。この辺から私たちもね、よく最初はソベ入り口とか言われて、ね、今バス停もそうです、ね、私がなんか 議会でもなんかね、ソベ入り口をなんか変えた方がいいんじゃないかってありましたけど、まあ、ソベ入り口っていうのは、多分トリステーションの前の赤い前のそうお滝の前のところだったんです、ね、あれからは全部ソベっていう感覚だったんですけど、大添えっていうのがね、大添えというふうに、まあ新しい新興住宅街としてこう、うん、できましたね、一段のもう一つの塊としてで、はい、区域ができていくんですけれども、当時私がこの昭和60年に、まあ、結成に至る 2年ぐらい前から、はい、まあ、総務課にいて、そういう先ほど言いましたように行政区の担当もしてましたので、はい、そうすると、やっぱりもう未加入者問題っていうのは、要するに三河の社問題は当時もあったわけです ね。ですからそういったものを解消していくために、一段の土地としてできているところはどうだろう、うんうん、新しいそのあざとしてね、独立して活動していくというのはどうだろうかということを考え始めたんですね。なるほど、それで大添え区というのが出来上がるわけですね、うん、まあ、その簡単には出来上がらないんですけど、そこまで行くの2か年かかるんですね。だから、昭和58年59年と、うんうん、ずっと中に私入りまして、で60年の3月31日、うん、年明けてですね、うんうん、60年の3月31日に結成大会をやって、牧忍さんという方を初代区長に選んで、で4月1日から、うん、昭和60年4月1日から、うん、大添え
区というのがこうできていくということになるんですね。へー。この大勢区というのも本当にいろんなとこからお見えに読谷村に住居を求めて来られた方々なんですよ。まあ、新興住宅街だからね、はい、で区画もちゃんとされていてということで、はいはい、いろんなとこから来られたんですけれども、うん、本当に細かく、うん、可能な限り、回らせていただいて、うん、でどうでしょうかということでここをね一つのあざとしてね、はい、独立して皆さん方で一緒にコミュニティ作りませんか、うん、っつってまだ家が建たない全て埋まらないまだまばらな頃からずっと私入ってまして、で私が当時説得といいましょうか話しかけたのは、うん、確かにここに移ってこられた当時の30代、40代の皆さん方というのは、うんうんうん、自分のふるさとがやんばるであったり、あ、まあ、沖縄市で小座であったりとか、はい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 、牛川であったりとかするんですよ、うんうんうん、だけどここで生まれ育った子や孫たちは、うん、もうここ読谷ここがふるさとになりますよと。なるほど、確かに。だからどうでしょう、ここで一緒にコミュニティとして、うん、やりませんかっていうふうにずっと説得をしてこう歩くわけですね。で、徐々に徐々にそういったことをこう何度も夜、まあ、夜しか結構会えませんので、あ、そうですね、だから夜の時間いろいろ、まあ、昼間会えるところはこう結構昼間歩いて歩くんですけれども、だから夜明かりがつくとなんとなく入ってきて、うん、実は役場の説明して役場のこういうものなんですけれどもって言って、こういうふうな形で襲いくというのでね、ここは読谷村あざそべの小技大添えばるというところなので、うん、まあ、最初から大添えくという名前であったわけではないんですけれども、まあ、やっぱりここ大添えばるだから、うんうん、そういう大きくみんなで力を添えましょうという意味も込めて大添えていいんじゃないのっていうことで、その この子どもたちのためにぜひ、うん、でいろいろ学校に行っても例えば各あざ対抗リレーとかというとですね、はいはいはい、フルゲン小学校でもですねそうでしたね、遅いチームとないことになるわけです当時ですね、その類でしたね、うん、だから その類という方もやっぱり良くないということもいろいろあって、三上社というか形で表現を変えたりとかいろいろしたんですけれども、うん、やっぱり共同体として、うん、ここで育った子どもたちはもうここがふるさとになるから、うん、一緒に共同体という形で作っていきましょうというふうにこうお願いをしたんですね、うん、なるほどね。でそういうふうにしてこう新しく23番目というだから今23というお話をしたんですけれども、はいはい、まあ近い順序でいくと昭和10年に大きができてとか、うんうんうん、で昭和21年に戸屋が独立してっていうんで、はい、昭和60年に大添えができてとか、まあ、こういう形になっていくんですけれども、もともとのあざっていうと、まあ、もうどこまで遡っていいかよく分かりませんから、うん、あんまり言いませんけれども、うん、やっぱり旧来のあざっていうのはもう何百年の歴史、うん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 、地域共同体っていうのは何百年の歴史を持っている、うん、だからこそあんだけの伝統芸能がある。そうですね、うん、だから戦後復興期もやっぱり皆さん方の力になったのは、うんうん、自分たちにはこれだけのすごい伝統文化があるよっていうのが力なんですね、うん、そういったものが地域共同体を支えていくんですね、うん、これ読谷祭りの時も同じような話やってるんですけど、まあ、そうですね、確かに。だから戦後復興の頃もやっぱり同じように、うん、みんなで頑張ってこういうふうに作っていこうということをやっていく、うん、だから大勢の皆さん方には本当にもうお世話になりました。まあ、設立してですね、はい、その60年の4月1日から、うん、61年の3月31日まで、うん、私は大勢区の、初期会計、うん、それから1年間の大添区の事業 の、はい、展開ですね、いろんなものを全部、まあ、全部といろんな地域の方々の協力を得て、こんな風にあざというのができたら1年間こんな風にやるんだっていうのを、1回は私が要するに初期会計を兼ねて役場の職員しながら、初期会計を1年兼ねて、うん、それで1年後に全部書類まとめて引き渡して要するにこれで大添えというのができましたよという形でバトンタッチをしていったんですね。ですから本当にもう今思うとですねすごいなと思うんですけれども、大添えってここまでコミュニティが育ってきてびっくりしてるっていうのが、あれ手作りで公民館作ろうって話になったんですよね。公民館って手作りなんですか？そうなんですよ。え、大添えの公民館は手作りなんですよ。いやでも立派な
建物ですよね。あれ普通え？そうなんです。手作りってどういうことですか？区民の皆さんで作ったんですか？そうなんです。だからあの組すごい組組の方に設計士がおられる。うん、ああそういうこと。そしたらあの設計はその方が担当するんです。やって。で例えばアルミサッシにあの関係する仕事をしている、はいはいはい、そうしたら必要なアルミサッシって別にあの全部形が整っていたりしなくてもいいわけですよね。いい若干 の, あのサイズは今度ゆっくり見てみよう。いいじゃないですか。それはそうですね。それをデザインとしてね、うん、デザインとして、まあ、でもあの大きいところは揃ってますけれども、うん、やっぱりあとあの電信柱を旧電信柱が必要、うん、そういったものを提供するだとか、あとは労力、うん、その、妊婦として人々が一緒に協力をするという形で、はい、できたのがの大添の公民館なんですよ。そうなんだ。だから本当にあの私の予想を超えたですね、その本当に地域コミュニティっていうのができたんですね。なるほどね。でその大添で育った、うん、あの青年がと言いましょうか、うん、もう行きっぱしの今、役場の職員ですけれども、うんうん、一人前の役場の職員ですけれども、うん、やっぱり話を聞いたら、あの大添で育ってきて、うん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 、でやっぱり大添がああいうふうに手作りの公民館をできる、はい、ということは他のところが自らで一生懸命頑張って公民館作ってるじゃないですか。それで地域活動をやってるじゃないですか。読谷のそういう基礎、うん、元になるそうですね。要するに文化活動だとか地域コミュニティの活動とか、はい、その各技の公民館を中心とした活動があるから、うん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 、え、終わった、あんま来てならんさにというその意識というものがその大添えの中でもできていく、うん、やっぱり自分たちで手作りでやろうというふうな発想をできたのは、うん、読谷村の中の大添え区だからなんだと。なるほど、なるほど。そういった発想というか、そういったことって重要だと思うんですね。だからあの本当に当初発足当時の、うん、私からすると、うん、もう見ているとですね、うん、もう発足の時もとにかくもういろんな方々にもうお願いにお願いお願いを重ねてずっと やってきました。だからそういう当時を振り返るとみんなで、うん、公民館手作りでやろうよというあのアザビス構想というのを立てる頃にですね、うんうんうん、あのそれも私は企画を離れて別のところにいた頃だったんですけれども、はいはい、アザビス構想を立てるという時になって、うん、じゃあ他のところにはない読谷の大添えらしいものをという考えた時に、うんうん、大添えの人たちがおい手作りで公民館作ろうぜ、うん、考えてみたらうちは大工もいるし設計屋もいるしなんでみんなあのお家作るあの、うん、あれはみんなそれ人材いるじゃないか、じゃあそれを集めればできるよっていうふうにこう地域コミュニティが成長していくということがですね、もう僕にとってはとっても嬉しかったし、わあすごいな、ここまであの地域コミュニティというのはやっぱり年月を重ねていけば成長するんだなというふうに思った。まあそれ大変驚きでもあったし喜びでもありましたね。なるほどね。いやもするとその読谷村っていうのが、全アザ、まあ、そういう個性豊かって言われるのは当然なんだけども、その強固ななんかこう他の人入れませんよっていうようなイメージがあるんだけども、実は23番目にできた大添えっていうのは逆にそういう人たちが自ら思って自分たちな、自分たちのコミュニティをもう強固なコミュニティを作り上げてきたという経緯があるわけですね。 そうなんですね。それはやっぱりこうこれまでの22のアザの皆さん方のそのパワーがあったからこそということですね。やっぱりそういうのをフードと、読谷のフード、はい、なるほど、ありがとうございます。はい、最高のいい話を伺いましたね。大添えの皆さん本当にありがとうございます。コマーシャルです。
い、お送りしております4月だよどうなる行政区第9回目を迎えております。読谷村総務課の提供でお送りしております。さあ、今日はゲストに、土岐市出身、現在税務課長として公職についています小橋川清流さんをお迎えしてお話を伺っております。いやでもね、これまでのご経験の中でこういう一つの自治会が誕生するっていうところを本当にこう自ら思って、ね、初期会計でしたそういう職務も、当然役場の通常の仕事もしながらなんですよ ね、 そうですね。いやーすごいな、まあ、小林さんは読谷祭りの時でもすごいなと思ってたのにあれだけのことをねもう本当にもされてるっていうこと自体もすごいんですが、まあ、今回の行政区のお話の中でもこういうご経験があるということで、もうこういうお話を私たちに教えていただけるというのは本当にありがたいことであるわけなんですけども。さて、まあこの新たな行政区域を設定されるという来年の4月なんですけどもね。まあそれに、対して、まあいろいろとこう行政側も、読谷村総務課も一生懸命こう PR に努めているわけなんですけども。まあ、こういう行政改善、まあ読谷村では1977年から78年、その頃に、まあ一度、15区にしようというね、あって、まあ、それからもういろんな、まあ反発とかもたくさんあったっていうことも伺っております。こういう意味で、まあ、あの時できなかったで今回またやるっていう部分、それをまあ簡潔になりますけれども、小林さんとしてはどういうふうにご覧になってますか。そうですね、まあ、実際に線引きをやっていくということの狙いというのもあるわけですから、それは行政サービスというのは読谷村に移ってこられて入ってこられたら転入してこられたらもう当然等しく行政サービスとなるべきですので、そういうふうに地コミュニティの中にある入っている入っていない関係なくですね、そういう方向性はあっていいと思うんですね。でまあ、先ほどの大添の話をしたんですけれども、その大添区を一つの地域としてまとめる前にですね、はい、やっぱり他の市町村とか、そういう例はないんだろうか。ああそう、私独自で、まあ、しょぼいデータで調べたらですね、1960年に宜野湾市がやっぱり行政改善されたということ で、でただ一区だけが、まあ、これはあんまり大したって言ったら怒られるかもしれませんけど、なんか名前が決まらなかったというだけでなんか十何区とかいう名前になった、そこだけが、ちょっとこうずっと、戦後残ってきたという話を、聞きましたけれども、まあ、そういう意味では各市町村もやっぱりこう戦後、そういう行政改善というのはいくらかされてきてるんでしょうね。そうですね、基本的には例えば、まあ、一番いい例を出すとですね、お隣の嘉手納町とか北谷町の例なんですよ。もともとは北谷村と一つの村ですね。あそうか、ところがど真ん中に嘉手納飛行場というでかいのができました。あそうすると嘉手納と北谷では北谷町役場に行くのにもぐるーっと回って嘉手納の人行かないといけないわけです。あそうか、俺も忘れてました。嘉手納っていうのは北谷村の中の一つだったんだ。だから北谷村はあざ嘉手納であり屋良であり、あなるほど、だから訓納であり、というそういうものなんですよね。なるほどね。だからセンバルももういろんなもん今基地の中にあるわけですよ。そうすると基地の中にあるがゆえに、もういろんなそのよそかの人、よその地域から移り住んできた人たちもみんないっぱいいますから、もう元々の地域があれだけもう広大に嘉手納基地に取られているために、正直言って道路で線で区切っても問題ないわけです。ただしいろんな共有会っていうのを作って、その共有会活動っていうのは別ですよ。あなるほど。いうことで嘉手納北谷などは、まあ、そういう形でこう成功するんですけれども、やっぱりそういったことをいろんな、まあ、宜野湾の一箇所という話がありましたけれども、まあ、ある町ではですね、その行政区域の改善っていうのをやる線で区切ったんですけど、やっぱりそれって失敗しちゃったとこもあるんですよ実は。そうなんだ。だからこれなんで失敗、だからまあもともとのやっぱり、地域共同体っていうのが生きてるところでですね、昔の読谷村だ、これ1977年ぐらいの無理やりこう線を区切っていくことによって、はい、ある一定の大きな
地域があって、うん、そこが6つぐらいあるいは7つぐらいにこう分断されていくという格好になった時に、もともとのその道路を線形でもって分断されていった時に、そこのじゃあ元の、うん、大きい地域の皆さん方っていうのは、うん、まあ、婦人会、老人会、青年会、うん、エイサーとかは旧共同体で、でも行政はもう区切って、うん、でましてや例えばあの読谷村でも陸上競技大会やるけれども、うんうん、その陸上競技大会も今でも過去技対抗でやるからあれ対抗意識もあって盛り上がる、ね、盛り上がるところが、その失敗しちゃったところっていうのはやっぱり一区二区でこう線で分けてしまったら、区対抗で分けたんだから、うん、区対抗で行こうというわけですよ。うん、そうするとなかなか選手も盛り上がらないわけですね。なるほどね。だから今回のその読谷村のそのやり方っていうのが、うん、旧来 の、うん、その地域コミュニティは残しますよと。そうですね。陸上競技大会でもそのまま温かい子で行きますよとかっていう、うん、形の中で、うん、それでも、よそから移り住んで来られた方でも、一緒に楽しく村づくり一緒にやりませんか、うん、共同の村づくりって、行政サービスはもちろん平等に行いますけれども、うん、一緒に村づくり参加しませんか、うん、で先ほどのお添えの例のような形 で、うん、そうですね、自分たちで自分たちの地域を良くする、うん、はい、自分たちで自分たちの生活空間文化というものを良くする、うん、新しい文化も作っていこう、創造していこう、うん、ましてや公民館までも自分たちで作ろうなんていうのはもう大変な手作りでいこうなんていうのは大変なエネルギーが必要だったし、うんうん、大変なあそこの力になってるわけですね、はい、ですから、今回目指すのはそういう方向性ですから、うん、ぜひ、そんな方向でお考えいただければいいのかなというのもありますね、うん、はい、ありがとうございます。もう1時間にわたっていろんな、まあでも本当に話の中身一つ一つ掘り下げるともっともっといろんな話が、ね、出てきそうなので、まあ機会がありましたらまた、別の角度からのまた行政改善、そのような話もね伺えればいいなと思ったりもいたします。11月21日の水曜日、本日4月だよどうなる行政区は、私たち読谷村のですね、税務課の方に勤務なされております小橋川清さんをお迎えしてお話を伺いました。小橋川さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ぜひ小橋川さんの今日の思いがまた多くの方々に伝わるようにですね、私たちもまた PR していきたいと思っております。大沢区が誕生の秘話など伺うことによって、読谷村が新しく生まれ変わる日本一人口の多い村と言える、本当に日本一の村になるためには、そういう多くの方々が、自治会大勢を誕生させたことと同じように読谷村を誕生させるための、力を皆さんでね、続き込んでいただければいいなと思ったりもしますね。そうですね、はい、本当に今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、お送りしてきました4月ではどうなる行政区第9回を迎えました。これからも多くの方々をゲストにお迎えしてお話を伺ってまいりたいと思います。本日は小橋川清さんをお迎えしてお話を伺いました。それではまた来週この時間にお目にかかりたいと思います。さよなら、ありがとうございました。ありがとうございました。かける和光よ、いざ行け。